綾川は、香川県中部を流れる綾川水系の本流で、二級河川。香川県下では、最長の河川である。流域の多くは、河口岩からなる。佐抜山脈最高峰の竜王三北六付近に、橋清流の地北流。長良池を経て、多摩川を合わせ、おおむね北西に流れを転じる。綾歌郡綾川町北部から、境出市にかけて、 府中湖が広がり、栄江出市街東部をかすめ、栄江出市林田町と同志江尻町の境界から瀬戸内海に注ぐ。長良池には長江ダムが、府中湖には府中ダムがあり、地水と前者は考え、生活用水を、後者は工業用水を担っている。辰宮付近では、大速側,側の上流部を奪った河川争奪の跡が見られる。 2006年3月21日、上中流域の綾歌郡綾上町、両南町は対等合併し、この川の名にちなんで綾歌郡綾川町となった。この枠組みは2006年4月1日の警察署の管轄変更に反映されている。柏原渓谷は綾川上流の先山と笠形山の間約 7km の区間にわたる渓谷である。名は、 カシワの木が多く生育していたことによる。林野町により、カシワラ渓谷として、水源の森百選に選定されているほか川の緑、百選にも選定されている。侵食を受けた、花崗岩の奇岩が見事な渓谷美を見せ、春は筒子、秋はもみじが流れを彩る。渓谷には、カシワラ渓谷キャンプ村立田の森が整備されているほか、清流を利用して、 アユの養殖も行っている。また、上流には、工房大師が88体の石仏を、建立したという伝説があり、現在は区法案が建てられている。辰宮公園は、香川県綾歌郡綾川町辰宮にある、自然公園。公園は、コンピラ街道の宿場町として栄えた、辰宮の綾川河畔に位置している。 1966年の府中ダム完成により、渓流の一部が水没したが、1968年に、その府中ダムと共に、継承地として審査抜き百景に、1995年には、香川新五十景に選定されている。園内は、桜の名所として知られており、多数の花見客を集めるほか、釣りスポットとしても知られ、多くの大鼓帽を集めている。 綾川の両岸に休憩所が設置されている。川に流れ落ちる綾川の滝は近年復元されたもの。公園のシンボルとなっている朱色の滝川橋付近では春になると恋のぼりが泳ぐ姿を見ることができる。東隣には菅原道真へゆかりの辰宮天満宮や国の重要文化財の11面間音立像がある辰宮神社が西には 道の駅立宮うどん会館が隣接している。公園南側には土木学会戦勝土木遺産の立宮橋がある。柏原渓谷に関するカテゴリー、立宮公園に関するカテゴリー。ありがとうございます。